藤沢さやかは、岩手県滝沢市出身の陸上競技選手。専門は短距離走400メートルの自己ベストは、日本歴代9位の53秒14。2015年武漢アジア選手権、女子4400メートルリレーの日本代表。A 型。岩手女子高等学校、岩手大学卒業。セレスポリ陸上部所属。 中学時代は演奏学部に所属していたが、学校代表として出場した岩手軍陸上大会のリレーで優勝したことがきっかけとなり、高校進学後は陸上部に入部。3年時にはインターハイの200メートルと国民体育大会の少年 A100 メートルで準決勝に進出した。高校時代は400メートルも走っていたが、全国大会の出場はなく、 当時の自己ベストは57秒30だった。2011年9月に日本インからの200メートルで6位に入り、全国大会で初の入賞を達成した。2012年7月の国民体育大会岩手予選では、シーズン初の400メートルを55秒62で、制したが、100メートルでは岩手県代表の座をかけて、大学の後輩である田村幸と勝負をし、 0秒04差で敗れた。9月の日本インカレでは、国民体育大会岩手予選以来シーズン2戦目となった400メートルを54秒58の自己ベストで制して、初の全国タイトルを獲得した。10月には、国民体育大会の400メートルで、シニアの全国大会初入賞となる6位、2層を務めた400メートルリレーでは、 岩手チーム六十数年ぶりという決勝進出に貢献した。2013年陸上部を設立したセレスポに入社し、セレスポ陸上部の選手第1号となった。10月の国民体育大会では400メートルリレーで岩手チームのアンカーを務め、準決勝で大会記録の44秒86をマークすると、決勝でも44秒台となる44秒89をマークし、 この種目で岩手県勢初となる優勝に貢献した。2015年5月に静岡国際の200メートルで地震初の23秒台となる23秒99、ゴールデングランプリ川崎の400メートルでも地震初の53秒台となる53秒66をマークし、共に日本人トップに入った。6月には、 アジア選手権の4400メートルリレーで日本代表を初めて経験した。日本選手権では400メートル決勝で日本歴代9位の記録となる53秒14をマークして2位。400メートル決勝の約1時間30分後に行われた200メートル決勝でも23秒81の自己ベストをマークして2位に入り、両種目で表彰台に上った。 2016年4月上旬に100メートルで11秒86の自己ベストをマークするなど好調だったが、直後に左足を肉離れした影響で、日本グランプリシリーズは欠場し、6月の日本選手権に臨んだ。日本選手権では、前回大会に続いて200メートルと400メートルに出場したが、両種目とも予選敗退に終わった。 9月の全日本実業団選手権では200メートルを24秒12で制して初優勝を成し遂げた。ありがとうございます。